お兄ちゃん誰？刹那圭介、変態さ。探偵ではない、変態さ。いやー、刹那圭介だよ。メゾンドホーム殺人事件やっていきたいと思います。コンティニューやから始まります。コンティニューさせてください。だとこれか、これやな。ナイフ刺さってるね。依然とナイフ刺さってるね。よっしゃ、あいつのところ行くぞ。あいつのところ何号室や。ここじゃない、ここか。バルダン星人、ここか、ここだ。お前何やってくれとんだ。お前一本も消えてない一本も減ってないがな。これ以外にもまだたくさんあるんじゃん。この野郎、俺に投げつけてきやがって。大家さん、血相変えてどうしたんだ。血相が変わるほど私は怒っているのだ。下の階の部屋にナイフを仕掛けたのは貴様だろ。おかげでほら見てみたまえ、私の大事な帽子にナイフが刺さってしまったじゃないか命狙われとんのに帽子を心配してるよ。大丈夫か、ホーム。それブランド物か。おいおい待ってくれよ大家さん、俺はナイフ好きだから人を削ったりつけたりしねえよ。ただのコレクターなんだ。コレクトすることがまず間違っとうぞ。それにナイフってのは舐めて楽しむもんだぜ。ではないでももうそれは悪役だけだよ。舐めるんは悪役っていう相場決まっとるだけな。鉄やセラミックスの味わい深さといったら、大家さん、その帽子に刺さっているのは、え、何、やっぱりだ、伝説の一品と言われた部屋に入って飛んでくるナイフじゃねえ。なんだそのピンポイントな名前は。もうちょいいい考え、名前つけてあげろ。伝説だったらもうちょいいい名前つけてあげろよ飛んでくるから伝説なんこれは大家さん、一体これどこでこれを。いや、そんなことは関係ねえ。くれくれくれたくれ。俺はナイフのコレクションだけが生きがいなんだ。もう後には戻れないんだ。戻れんのじゃ、戻れんこと自覚しとんじゃ。ナイフ王族はホームズの帽子から無理やりナイフを引っこ抜いた。危なっかしい野郎だ。まあいいや、この言い方からしたら絶対こいつは絶対ではないけど犯人ではなさそうやな。うー、このかくやきたまんねえぜ。お、そうだ大家さん、俺にいいこと教えてやるぜ。どうした、犯人の情報でもあるんか。実は酒飲みのおっさん、何か隠してるみたいだぜ隠してるみたいっていうか、ただ喋らんだけのようにも見えるんやけど。そうな、わかった、行ってみるわ。ありがとう。酒飲み、あいつ酒飲みのルフリして、なんかごまかそうとしてるの。どこの、ここだった。よっしゃ、取った。お前、何か隠したことわかっとんぞ。お前ネタは上がっている。ぐわーぐわー。酒飲みのおじさんはいびきをかいて眠っています。よし、彼が眠っている隙に財布から家賃を徴収しよう無理やり取りに行った。ごそごそ、ホームズは先のみのおじさんのポケットから財布を抜き出し中身を確認しました。む、お金が全く入っていないではないか。これでは家賃を徴収することはできん。おや、この紙切れは何だろう。紙切れちゃんと見た。買ってみよる。何かのメモみたいだね。どれ、読んでみよう。何々？203号室。電池、電池？パルタン星人、電池欲しがっとったような。そんなこと言いよったな。電池 UFO が飛ぶわけないのに電池欲しがっとったな。2号室、203号室。電池？なんだろう、これは。なんでこいつがこういうこと知っとんなだ。なんだ、こいつ。なんか裏ではなんか暗躍しとんじゃないだろうか。さっきの目で起きながらなんか裏では暗躍しとんじゃないかこいつ。ホームズは紙切れと財布ごといただくんかいな。おじさんのポケットに戻しました。ブランド物だったんかな。ゴミ恨んでいるんだろうな。え、借金を残したまま一人で逃げていった俺のことを。どうやら寝言のようだ。俺は自分のことしか頭になかったんだ。今さらもう知らんがな。203に電池ある。20、あ、ここだったかまさか電池で動いてるのこれ。こいつも電池で動いてるな。なんだ、最近のなんかハイテク技術は電池で動くのかい電池で大丈夫なのかい
予想外やな。電池くれ。あ、ロボットの背中に電池ボックスがついている。このロボットは電池で動いていたのか。お前もかいな。お前がかいな。電池万能すぎだろこの世界の電池は。一本何円ぐらいするの。電池か。どこかに電池はなかったかな。あ、だからここの中に電池があるとかそういうんじゃない。どういうことだやろ。どっかあるんかな電池。あ、そうやそうや、ここであれとつながるんじゃ。バルタン星人とつながるんじゃ。なんか時代遅れだから使えなかったってことはさ、手元にあるって。お前じゃないわだ。手元にあるんじゃん。地球の部品ではあとどのくらいかかるか。今朝拾った乾電池なんて時代遅れも甚だしい。やっぱ持っとんで、時代遅れの乾電池。親にとってはまあホットな乾電池、ホットニューな乾電池や。ルバタン君、だめだ、ルバタン君、その乾電池を譲ってくれないか。いいですよ、宇宙船の修理には使えなさそうですからね。ホームズは乾電池を手に入れました。やった。この電池がロボットに合うといいのだが。ありがとう。君は世界で一番、この宇宙上で一番優しい宇宙人だということにしとこう。よっしゃー、電池セットじゃ。こいつ動き出すぞ。お、ちょうど私たちの持っている電池の型が同じだ。よっしゃー。よし、早速ロボットくんに電池を入れてみよう。再起動します。謎の機械です。謎の言われてるやん。なんなん、踊ったりせんの。アイボみたいに踊ったりはせんの。歩くだけ。でもすごいね、歩いているような足の動きなのにさ、前に進んでないね。ハイテクだね。無駄に。滝の明治さん、そんなに飲んじゃ体に。あれ、ホームズさん。ああそうか、電池が抜けていたのですね。これ酒飲みおじさん電池抜いたんじゃん。この喋り方は酒飲みでおじさんに電池抜かれて動けんようになったんだけど、これだから酒飲みおじさん場所なんか電池がどうとか知っとったんだ。あいつが抜いたんかいな。なんかもう一つ事件がありますよ。ちょっとした事件が起きとるやん。実は大変なものを見てしまったのですが、そのあたりからの記憶がないんです。え？ってことはさ、あいつあの酒飲み証拠隠滅のために電池抜いて記憶飛ばしたんじゃん。これ大変なもの。でもまあその前に家賃をもらおう。あ、ちゃんと家賃をもらった。実は昨日の夜、誰かが3階から1階の田中さんを背負って置いていくのを見たんです。いや、どの田中さんかわからんけどな。3階から1階の田中さんを、3階から1階の田中さん。あ？ってことはさ、その背負われた方の田中さんがもうすでに死んどるって可能性高いんじゃん。1階3階におびき寄せてからそこで殺して1階に持っていたみたいな、そんなストーリーがちょっと匂わせるぞこれ。田中さんはぐったりしているようでした。怪しいと思い、私も下へ降りていこうとしたのですが、そこから記憶がありません。おそらく何か悪いことが。ああ、もうじき電池が切れる。早っ、やっぱ電池一本じゃちょっとこのロボット動かすんには十分じゃなかった。ホームズさん、田中さんが心配です。彼を助け。無駄なクオリティ。今のは無駄なクオリティ。ロボットくん、その誰かとは一体。見当はつくやけどね。今度こそ酔っ払いのところ行くぞ。あの先のミックソジジイ、あいつだお前。証拠隠滅しようとしたなお前。ほらボケ、お前はな、なんか動機もありそうな気がするんじゃ。あ、でもタッチできんの。ノータッチ意味の状態か。どうすればいい。こいつにグガグガ言えるんじゃな。話が進展せんよ、もちくん。なあ、もちくん。まあ、こいつは関係ないだろ。人知くん向かいそうやもん。もう人間じゃないけど、人知くん向かいそうではあるもんな。あ？田中、右から読めば、かなた。待てよ。かなた、FX だ？は？どういうこと？ FX って何なん？
前から思っとったけど、前のパートから思っとったけど、そうか、わかったぞ、犯人は。知らないよ、知らないよ、FX だって知らないよ、ファックスだ？え？知らんよ、FX ってどういう意味か知らんよ、俺。FX？FX 誰のことだったっけ ?FX のこと話しとったって、風呂男だったよな。よう考えたら。FX が何かは知らんけど、FX しゃべよったん、風呂男だけやもん。こいつじゃ、FX田中、風呂男だ。え、どうしてだい？ここから田中の文字を上から順に見てごらん。か、だ、た。あ、どういうこと？え、これはわからん。F がかな理由がわからん、これ。なは多分さ、ちょっとさ、多分 X って書こうとしたら何になってしまったみたいな感じだろうけど、ちょっと F からかにはちょっと見えんのやけど、どうなん？あ、ちょっと、右に旋回させたら F も一応かに見えんことはないんか。そういうことなんかな？かな？わからん。そういうことか？こんな風には読めないだろうか。おそらく、この部屋に運び込まれた、田中君は最後の力を振り絞って FX だかどうか書こうとしたのだろう。そして玉で書いたところでこと切れたと。そうだ、 FX 田中、つまり風呂男が本当に田中君を殺した犯人なのか急いで行ってみよう。よっしゃ、あっとるわ、多分これであっとるわ。 FX って言おったもんな、あいつ。しかもあいつの部屋3階や。話が通じるぞこれ。しかしなんで縦書きなんだろう。彼は横書きを極端に嫌っていたのだ。それが原因で履歴書もろくに書けずそんな理由で仕事に就くのも苦労したらしいとか言われて勉強とかさ、面接とかで苦労すればわかるわ。なんでそこな、履歴書ね、履歴書でつまずく人とかあんまおらんと思うぞ俺は。よっしゃあ行くぞ、セーブ。まだナイフが飛んできたらちょっと怖いけんな。今度はナイフじゃなくて鎌とか死神の鎌とか飛んでくるかもしれんけんな、気をつけろ。よっしゃ FX 田中、フロートコ、君が101号室の田中君を殺したのか。バレてしまいましたか。白状したぞこの野郎、風呂に入りながら白状したぞ。ここで戦闘をするのかい。戦闘だけにね。ガッハッハッ、くだらん。捕まえよう、ホームズ君。どうやって？う、お風呂に阻まれてこれ以上先に進むことができない。いや、上着脱げや。上着脱いで入っていけや。別にいいだろ、濡れたって。無駄だ。私がお風呂に入っている限り、お前たちは手を出すことはできない。いや、出せることなら出せると思うやけどな。ただ、ホームズとワトソンが入りたくないだけなんだ。そして、私が融資したお金で、ルバトン星人の宇宙船を直し、一緒に逃げるのだ。ルバトン星人、何結託組んどんな、お前。お前たちはそこで何もできないまま指をくわえて待っているがいい。私がお風呂から上がるまで、はぁ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 。そのお風呂上がるところを待てばいいんじゃないの。こいつなんかすごい頭いいようなこと言いよきたさ、冷静にかけてみたら、お風呂上がるところ待てばいいんじゃないの、これ。ボコッコな。ほら、ワトソンやって気づいとる。バカだな。あ。おい、出てこいよ。大丈夫か、お前。出てこない方が、出てきた方がいいんじゃないか。水あるぞ。牛乳あるぞ。う、どうしたというのだ。のぼせてきた。まあ、そうだろうな。バカだね。バカだな。助けてー。はい、こうなった。ははは、なんだこれ、なんだこれ。そうです。私が101号室と田中君を殺しました。でも、初めから殺すつもりじゃなかったんです。確かに今では私は億万長者ですが、一時はお金に困っていた時もありました。私がまだ幼かった頃。幼かった頃って言うたらさ、子供の頃みたいになったんだよ。私の父親は子供の頃なんだろうな、これ。何も俺子供の頃なんだろうなって、子供の頃ではないだろうっていうような発言したの。どうしようもない男で、多額の借金を作ってもどこかへ逃げてしまい。逃げてしまえって。え？その逃げたやつってもしかして、お父さん、お前のお父さん、あいつ、飲んでくれのあいつちゃん。まさかな。
残された母と私は苦しい生活を余儀なくされました。そんな暮らしの中で母親は口癖のように私に言い聞かせていました。借金だけは作るんじゃないよと。やがて大人になり上京して一人暮らしを始めた私は、どんなことがあろうと母との約束だけは守ろうと決心しました。ところがある時、会社をクビになりお金に困っていた時、田中君にお金を借りたんです。どの田中君かわからんけど、こういう時はつまり殺した先の田中君なんだろうな。父のことを母との約束、事情を聞いた田中君は誰には言わないと言い、お金を貸してくれました。ところがです、私が再就職し次第にお金に不自由しなくなると、まるで入れ替わるかのように田中君の生活がすさんでしまっていたのです。マジで。やがて田中君は私にお金を無心するようになりました。私は恩返しのつもりで田中君への援助を引き受けました。ですが田中君の暮らしは一向に良くならず、私から何度もお金を借りるようになりました。その額は日に日に増えていきました。調べてみると、田中君は私からお金を借りては働きもせずに遊んでいたようです。クズじゃないか。ある日、そのことを注意したら田中君はこう言ったのです。お前のお袋に俺が、お前が俺から借金してたからバラしてやる。脅迫なんで。もう母も年です。母と私のたった一つ約束と、それを破ってしまったことを聞いたら、どんなにショックを受けることか。私は田中君が怖くなりました。このまま放っておけばどうなるかわからない。そんな考えが私の中にいつまでもいつまでも浮かんでいました。昨日の晩、田中君が私の部屋にお金を借りやってきました。私は半ば無意識のうちに田中君を部屋の中にあるサウナ室に閉じ込めました。サウナあるんかよ、この話。サウナまで完備してんの、お前。ほんと金持ちやの。恨もしいぜ。そして、スチームの温度を上げて田中君を蒸し殺しました。すごい殺し方してる。へぇ、そんな殺し方あり。田中君がサウナの中で壁を叩き、必死に助けを求めている声を聞きながら、我に帰った私は、誰にも見つからないよう注意しながら田中君を下の階まで運びました。私は怖かったのです。ただひたすら怖かったのです。もうじきこのアパートは崩れます。どうして。私の部屋のお風呂の重さに耐えきれず、あこいつ最後の最後まで足引っ張ってんじゃねえ。なんだって。私も自分の犯した罪の重さに耐えられなくてなりました。こんな時に誰がうまいこと言えと。こんな時に誰がうまいこと言えと。うわー崩れるー。うわーマグニチュード。不老毒が田中君を殺し、アパートを崩壊させるという大事件が、ほんと大事件だよ、ね、お前。もう一つのさ、建物が消え去ったんやぞ、お前のせいで。3年の月日が流れた、3年も。あ、戻ってるやん。そして左上なんか変なのいますけど。え、これ死んだ田中くん、殺された田中くんかね。取り付いてるやん、訳あり物件が目に見えるようになってるやん。やはや、あの時はひどい目にあったものだ。なんか笑い話になってるやん。まさか風呂の重みでアパートが崩壊するとは、全くなんということだろう。まあアパートの住人はみんな避難できたし、何より風呂どこの儲けたお金でアパートを新築できた。あいつの金使ったんかいな。それいいのか。よくはないだろう。いいんじゃないかな。よくねえよ。田中君もなぜか幽霊になっちゃったし、なんだかな、見とるしな。田中君だったらやっぱり見とるかな。それにしてもロボット君から電池を抜いたのは誰だったんだろう。ああ、それだがね、あくまで憶測に過ぎないが、酒飲みのおじさんだとは思うだよ。あ、それは俺も思った。え？おそらく彼は自分の息子がこのアパートに住んでいることを知っていたのだろう。やっぱり親子だったんじゃ。自分が昔家族を捨てたということを告白することができないまま。つまり酒飲みのおじさんは不老毒の父親だと。そう、
そして偶然フロート君が田中君を下の階まで運んでいたのを見たおじさんは、一緒にいたロボット君の電池を抜いてそのことを隠そうとしたのだろう。父親としてのせめてもの住み滅ぼしのために息子をかばおうとしたのか。まあ最初に言った通り憶測だし、仮に2人が親子だったとしてもそのことは我々がどうこうすることではないからね。結局人を揺すってお金をもらうという悪い考えが今回の悲劇を生んだわけだな。人を揺すってお金をもらおう。言い方悪いな。いい教訓になったじゃないか。はっ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 。全く犯人から口止め料をもらおうなんて言ってた男が何を言うんだが、えげつないな、お前は、ホームズ。めでたし、めでたしかな、これは。メゾンドホームズ殺人事件。はい、短いながらパート3つで終わってしまいました。パート3つで終わってしまいましたが、ホームズ、ワトソン、田中、おまちくん、先の名おじさん、落書き、ニコ、物書き、ロボット、辻の子、宇宙人、ナイフ男、フロー男、皆さんめちゃくちゃ個性的でした。スペシャルサンクス MM さん、なんだこれ、作者さんかなこれって、それともあのテストプレイの人かな、わからんけど。Thank you for playing. See you next file. 続編あるんかなこれ。メゾンドホームズ殺人事件2みたいなあるんかなこれ。ちょっと期待しとこう。なんか期待してますよ、作者さん。この動画見てくださってるなら期待してますよ、作者さん。というわけで、メゾンドホームズ殺人事件。短かったですが、キャラが凝っとった。キャラがもう独特で面白かったと思います。こういうボケ倒すゲーム、ツッコミどころの多いゲーム大好きです。これからもこういうゲームをやっていきたいと思います。というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。仕上げ。